はい、ということでどうも皆さんこんばんは。今回もですね、コープスパーティーの実況プレイパート7ですね、やってまいりましょう。前回ですね、バッドエンドを迎えてしまいまして、まあ、意図違いということでね、ロングエンド、なってしまいました。で、まあね、ノートブックじゃないや、名札ですね、埋めたりであるとか、前回しなかった行動してみたりとかでちょっと対策取ってですね、ぜひ、ナオミちゃんとね、聖子ちゃんを生き残るエンドに多分持っていけるのかな、ちょっとわかんないですけど、ああいう多分一番最悪の結末だと思います、あれっていうのは。なので、それをね、今回避ける方向でやっていきたいなと、思います。でなんですけれども、話の流れとしてはどういう感じだったっけな。あ、そうそう、それで行ってないところがね、実は1箇所ありまして、ちょっと今回そこにね、行ってみようかなと思います。それなんですけれども、こちらなんですね。で、ここをね、またいでいかないとダメだと。一度ね、これ教室の中入りまして、ここはアスカさんがね、亡くなられていた、あれ違うな。あ、最初の部屋ですね。聖子ちゃんと同じ名字のね、篠原くんが、亡くなられている場所ということなんですけども、こちらはね、行ってみようかなと思います。左上の方ですね。で、ここで死ぬと永遠に死んだ瞬間の痛みが続く。はい、ここのね、人玉とは話したことない感じですよね。成仏への道は完全に閉ざされているからね。どうしておるの、あんな死に方。ああ、はい。で、アイテムがね、出てまいりまして、こちら不明の鍵ですね。死んだ瞬間の苦しみがずっとって、想像しないでおこうよ。うん、ということで、上はね、行けない感じですね。3階の道は塞がれていますということで。で、ここでね、アイテムを得たことによって、またちょっとね、流れ変わるかなっていうような感じなんですけど、調べれるかな。用途不明の鍵ということで、古いもののようで簡単な形状をしているというふうに書いてるんですけど、どうなんですかね、トイレを開けるための鍵なのかな、ちょっとわかんないんですよね、この辺が。なので、今までね、鍵かかってる箇所っていうのは割かし、数点ね、あったような感じなんですけれども、まあ、用務室のね、ところであるとか、理科室もそうですよね。ちょっとそういうようなところでね、使えるところを探していきたいなと思います。あ、ここか。3の A ですね。教室の鍵が合いまして、扉が開きましたと。あ、なんか発展早くて、これじゃカットなしでいけそうですね。お、なんだ。どうしたの、ナオミ。なんだろう、目が。うん、まあ、一瞬心臓がズキッとしたの。なんか嫌な予感がする、この部屋。大丈夫だよ、きっと。鍵のかかってた部屋だよ。絶対重大な秘密が隠されてるよ、こういう部屋ね。選択肢？いや、でも入るしかなくないか。入らない選んでね、あれな結果になったので、これ行くしかないでしょ。入ります。これ多分最後の名札の子じゃないかな。9月18日。なんもないな。じゃあ調べるか。爪で床を引っかいて強引に文字を書き残してあります。奥にある新聞紙は絶対に見てはならない。新聞紙？やっぱ出ましょう、この部屋なんか変だよ。あ、下に新聞紙落ちてますね。あれ見ちゃダメってことか。見てみようよ。いや、怖いな。どうしよう。一緒ですね。セーブしてこようか。どうしよう。じゃ、ここまでちょっとね、カット入れます。はい。ということで帰ってまいりました。聖子ちゃんがね、調べておこうってことで言ってるので、どうしましょうかね。怖いけどね。お。火の消えたろうそくが置いてあります。見てみようか、じゃあ。
天神町放置新聞っていうのかな、児童4名連続誘拐殺害事件速報。我が町の誇る学び屋天神小学校において、忌むべきでいいのかな、犯罪が勃発した。ここ一月の間に町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、当局の捜査の結果、急転直下、最悪の形で解決へと向かった。昭和48年9月18日、あ、黒板の日付と一緒ですね。午後7時、同校内にて失踪中の児童たちの泣き殻と、血のついたハサミを持ち、放心している教員1名を発見。これを確保した。ってことは、犯人はこの教員なのか。うん。で、7時っていうのは、ちょうどね、みんなといた時間と一緒になりますよね。もう7時だよってことで、ゆい先生もね、言ってたと思います。遺体はすべて舌が、切り取られておりじゃないかな。あ、そっか。だから、ナオミちゃんもハサミで舌切っちゃったのかな。切っちゃったっていうか、その、切らざるを得なかったのかな。操られて、っていうような感じですかね。なんとかを凶器、ハサミかな。ハサミを凶器に、確定、わかんないな。舌半分がちぎれていて読めません。私たちまだ生まれてなかった時代の話だからよく知らないけどね。うわっ、何、なんか落としたよね。あ、閉じ込められたか。またですか。違うか。扉はピタリと空間に固定され開きません。なんか来そうだね、これね。どうしよう。あ、出口一箇所しかないのか。やばいな。え、どうしようもなくないか、となると。どうすればいいんだ。アイテムもないですよね。マッチ取ってないので。閉じ込められてから文面が変わりましたね。出して出して出してってことで。この人もじゃあ同じように閉じ込められたってことか。新聞を読んだがゆえにこうなってしまったとなると、僕らもちょっとこれやばいんじゃないですか？うわ。ただですね、先にその亡くなられた方と違って、今は聖子ちゃんとナビちゃん二人なので、もしかしたらね、その打開できるかもしれませんが、ちょっと何もヒントになるものがなさそうなんですよね。放置新聞。お前らはもう出られない。あれ、これやばいな。変わってない。どうすればいいんだ。ダメですね。変わってない。うわっ。女の子かな。ダメだ。変わってない。どうすりゃいいんだ。ここの部屋にあるもので言ったら、消えたろうそくと新聞と生徒の亡骸ぐらいか。それから黒板。ただどれを調べても特に進展なさそうなんですよね。え、本当に詰まったとかじゃないよな。何かしらイベントあっていいと思うんですけどね。あれ、ダメか。ああ、完全に閉じ込められたな。どうしよう。あ、ダメだね。あれ、本当に詰まった感じ、これ。出られないよ。あ、イベントだ。どうしよう。ていうかさ、え、何っていうか、なんだよ。ナオミちゃん。どうすんの。変わんない。ダメだ。本当に出れないじゃん。うわ、あれ
開いた？開いたね。あ、白骨死体が横に、床に横たわっています。よく見ると名札があります。心ちゃん、しんちゃんかもしれないですね。心ちゃんかな。女の子ですね。これで名札は一応全部コンプしました。チャプター1の名札っていうのは。ただ、出ていいのかな？お前、放置等は新聞も出れない。お前らはもう出られないが、ちょっとごちゃごちゃになってる感じですかね。助かったのか？出ようか、じゃあ。こちらですね。え、何だったんだろう。助かった理由がよくわかんないですよね。心ちゃんと同じ末路をたどるかなと思ったんですけど、大丈夫そうですね。ない、ないよ。ん？何？あゆみちゃんからもらった紙人形の切れ端。え？ああ、おまじないの？私のは学生証入れに入ってるけど。すぐちゃんとしまわないからだよ。やんぼり。その紙切れが身代わりになったとかじゃないよな。あ、マチ拾ってたね。ただどうなんでしょうかね。なんもないのか。このイベントを見たことによってちょっと後の展開変わるかもしれないので普通に進めてみましょうか。今時間軸としてはどういう状況やったっけ。ゆかちゃんの悲鳴聞いたっけ。聞いてないのかな。ちょっと保健室でセーブしましょうか一旦。なのでこちらですね。ここが、保健室。はい、ここで、一旦セーブすると。ですね。どうしよう。じゃあトイレ行ってみようか。多分ねこのイベントこなし忘れてたので僕バッドエンド迎えたとかそういう感じじゃないのかな。名札をね全て集めたことによってもしかしたら変わったりとかね、いろいろフラグが分かんないですよね。どれがフラグとして、展開ね左右されるのかっていうのがちょっと分かんないので、いろいろやってみるしかないようなね、状況ですよね。まずはね、登ってどんどんね、トイレに行ってみましょう。で、こちらです。で、幽霊が多分来るよね。あ、来た後かってことはあれかな、聖子ちゃんがお尻にお薬を塗る前の段階かな。今はトイレ行ってみましょう。これ端のトイレでね、これでね、仕掛けがあって、まあ、こういう謎の声がね聞こえるんですけど、まあ、これは他のパートナーで収めてるので、サクッと飛ばします。本当に、でここはねそれから何もなくて、女子トイレですね次は。こちら奥の方がね女子トイレになるんですけど、女子トイレも鍵、一室ね鍵かかってるってだけで、ね、ここだけ開かないんですよね。他は特に何もないようなね状況になってます、こうやって。うん、ですので、で出るとね、聖子ちゃんがお尻の薬をっていうイベントが発生するはずなんですけど、あ、ねえ、ナオミ、これですね。ん？お尻の薬？はい。なんでこれもね、飛ばします。他のパートでね、やってるので、で、ちょっと塗ってあげてくるってことでね、ここで離れるんですよね。はい。もうちょっと端っこ。で、僕はこの後聖子ちゃんの様子を確かめに行ったんですけど、出ようとしたらこれどうなるのかな。あ、そうか、出ようとするとゆかちゃんのね声が聞こえるので、でこの後僕報告しに行ったんですよね。ね、聖子ちゃんにゆかちゃんの声が聞こえたよって報告しに行ったんですけど、行かないでこのまま済もうかなと思います。おたらかしはまずいよね。あ、できないのか。あ、できないのか。であればここじゃないな、ミスった箇所っていうのは。ちょっとじゃあ聖子ちゃんを呼んでですね進めていきましょう。聖子？うん。あ、いや。お待たせ。
はい、この後ですね、問題は。こっから慎重にやっていこうかしら。そうだっけ。そう、あの鍵かかっててね、開かなかった扉に聖子ちゃん入っていったんですよね。ここも謎なんですよね。今外でゆかちゃんの声が聞こえたの。そうそうそう。で下の階って言ってるね。なのでまあ降りるしかないですよね。こちらですね。というか3階はトイレしかないのな。お、あ、そうだそうだ。これで、ナミちゃんがね足ダメージきて、保健室でね休もうって話になるんですよね。で悲劇はその後に起こるんですが、ちょっとまずいですね。このままだと前回と同じ流れになってるので、なんとかここで、あ、これを回収しとくことはできないのか。あ、間違った、出ちゃった。これ回収しておくことができればね、そもそも3階に行けなくなるって思ったんですけど、違うみたいですね。回収できないので、これはこれでいいみたいです。それともなんだ、イベントが発生する前にあれを回収しておかないとダメとか、そういうことですかね。で、これティッシュで拭きなさいみたいなね、流れあったと思います、うん。で、この後ですね、保健室に向かうというような感じになるんですけど、あ、そっか、保健室に向かう前にゆかちゃんを確かめに行けばいいのかな。下の階って言ってたので、まあそんなに時間かかんないと思うんですよね。ちょっといろいろやってみましょう、あのバッドエンドを避けるためにね。こちらですが、東通路、誰もいませんね。下の階ってなるとでも、ん、これは、あ、違う、一回話したことありますね。であればどこだ、こっちは何があったっけか。お、4の A、これ、あ、ね、あの、開けませんね。で、地下室もこれ開かないと。変わってないな、状況。ダメか。うん、頭が割れる。で、これがゆずはちゃんの、あ、じゃない、これ、れんとちゃんのね、あれですね、泣き殻なんですけども、があるぐらいか。であれば、こちらはどうだっけな。何もないかな。あ、部屋があるんですね。部屋だけか、部屋というか教室か。で、用務室、これ開かないんですよね、うん。で、これはなんだっけ、名札がなかった。あ、そうだ、お姉様ってことで名札がない、泣き殻ですね、学生の中。ちょっと入ってみようか。でも見た限りでもいなさそうですよね、ゆかちゃん。なのでイベント進めざるを得ないのかな。でもこれで進まないとなったら、ちょっとどうすればいいのか分かんないような感じになりますよね。名札ね、全て集めたことによって展開が変わったりとかね、あればいいんですけど、ちょっとこのままだとやばいですね。同じような感じになってるので、ダメだね。どうすればいいんだろうか。まあ、とりあえずゆかちゃんがいないことは確認できましたよね、これで。なので降りるという選択肢は、あ、間違ってると感じですかね。であればあと残されてることはなんだ、 この紙なんだっけ。あ、一緒にこうやってみんなと約束したのに、うん、違うな。あと行けるとこなかったっけか。全部ね行ってみた方がいいと思うんですけど、あ、時間ないな、どうしよう。そうですね、保健室あるんですけど、これ入っちゃってるイベントなんですよね。なので、その前にですね、ここはなんだっけ、あ、理科室か。で、開かないんですね。他、下に降りる方法ってあったかな。こちら、あーね、本当はお互いが嫌いってことで、いずれ殺し合う。ここなんだっけ、3の A。あ、新聞紙の部屋か。で、ここ、ろうそく消えてるので、セーブできないんですよね。なので、ここも違いますね。あれ、さっき僕セーブしたとこどこだっけ。この辺りにセーブ部屋あったと思うんですけど、保健室以外に。廊下を走らない。走った生徒は厳罰に処す。ここだったかな。あ、ここですね。アスカさんがお亡くなりになられてるんですけど、あ、アスカさんじゃね、篠原くんですね。ちょっと一旦ここでね、締めましょう。で、続けて収録していきますので、よかったらね、次のパートも、ご覧になってみてください。そうですね、どうしようかな。同じとこにセーブはやめた方がいいのか。ここにしとこうか。
はい。ではね、皆様ご視聴ありがとうございました。続けてね、やっていきますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。今回はね、ここら辺で締めさせていただきます。それではまた次のパート、8の方でね、お会いしましょう。それではその時まで、さよならです。バイ。